次に藤田文武君。委員長、日本維新の会の藤田文武でございます。今日はコロナ対策の前に冒頭従軍慰安婦等の表現についてお聞きをしたいと思います。ちょっとパネル1枚出させていただきます。先日ですね、我が党の馬場伸幸幹事長が政府に対して文書質問の形で従軍慰安婦等の表現に関する質問主意書、また強制連行、強制労働という表現に関する質問主意書を提出させていただきまして、そして閣議決定していただいた答弁書によりますと、従軍慰安婦またはいわゆる従軍慰安婦ではなく慰安婦という用語をもちろんは適切であり、これを用いていると、また従軍と慰安婦の用語を組み合わせて用いるということも誤解を与えるので、適切でないというような、答弁、それから強制連行または連行についても徴用ということをの言葉が適切である、または強制労働というものについてもこれは適切でないというようなご答弁を、答弁書をいただきました。で、これはですね、非常に菅政権の強い意思と、これ、今回初めてのことですから、非常に評価したいなというふうに思うわけでありますが、その上で、私、文科委員会ですから、後日、あさってですかね、文科委員会もありますんで、詳しくは今日時間がありませんのでやりますが、この答弁書に基づく、この政府の見解に沿えば、今後の検定教科書について、この従軍慰安婦、強制連行、強制労働、またはこの従軍慰安婦じゃなくて、いわゆる従軍慰安婦、そして従軍と慰安婦を重ねて使うこと、これらのことについては、適切ではない、だから今後使われることはないだろうというふうな見解として受け止めてもおかしくないと思いますが、これについての総理のご見解をお聞きしたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。教科書の検定基準については、閣議決定、その他の方法により、示された政府の統一的な見解が存在する場合は、それに基づいて記述されていること、これが基準の一つになっています。したがって、ご指摘の件についても、文部科学省が教科書検定において政府の統一的な見解を踏まえ、適切に対応する、このように承知しています。ありがとうございます。藤田文武君。ありがとうございます。ということは、やっぱりこれは今後は使われないだろうということですね。では、今、すでに使われている、または検定が進んでいる、特に代表的なもので言うと、令和3年度から使用される山川出版社の中学歴史日本と世界、これ、久しぶりに、多分意図的に、この従軍慰安婦、強制連行という用語が、記載、復活されたわけでありますけれども、このすでに出てしまっている検定が進んでいるものに対しての対応というのはどのようにされるべきか、これはご見解をお聞きしたいと思います。内閣総理大臣、菅義偉君。いいですか。はい、文科大臣、萩生田光一君。教科書検定規則に基づき、従軍慰安婦や強制連行などの用語が記載された教科書を発行している教科書会社において、閣議決定された政府の統一的見解を踏まえて、どのように検定済みの教科書の記述を訂正するのかを検討することになります。そうした教科書会社の対応状況を踏まえた上で、文部科学省として、閣議決定その他の方法により示された政府の統一的な見解が存在する場合には、それらに基づいた記述がされることとの教科書検定基準に即した教科書記述となるように適切に対応してまいりたいと思います。藤田文武君。ありがとうございます。今回のこの答弁書、または今日のご答弁には非常に強い意思を感じました。私もですね、この2日後の文科委員会では、ちょっと詳しいことも含めて、今日は時間ありませんので、引き続きやらせていただきたいと思います。続いてコロナ対策についてお話ししたい、お聞きしたいと思います。先ほど来、大阪の話、非常に私の知り合いもですね、親御さんが病院になかなか入れないとかいうこともあります。で、一方で、事業者さん、非常に厳しい状況に立たされていると。その中で、今日ですね、枝野さんから、一番悪いのは吉村知事だというような、まるで大阪が勝手に独断でやっているかのような、そういうような、ご発言ありましたけれども、私が把握するところによると、吉村知事とそれぞれ田村大臣や西村大臣、相当密に連絡していただいているし、実務者レベルでも相当な相談の上、やってくださっている。そして人材の確保についても、本当にいろんな創意工夫をやっているというのが事実だと思います。ただし、ここで私は一つ、やっぱり考えなければいけないのは、自治体の知事の皆さん、
実際に陣頭指揮を取られている中で、やっぱり武器が少なすぎるというのがあると思います。で特に今回、緊急事態宣言発令が決まり、そして延長が決まり、で営業の自粛をお願いせざるを得ないという中で、この補償の問題ですね、補償や支援というもののパッケージが後付けで出てくる。これ、自治体は財源的制約がどうしてもあるものですから、勝手に無限の支援をやることはできません。ですから、国の支援のパッケージがあって、初めていろんなものが拡充できるというのがあるわけです。今回の非常に評判が悪い百貨店等の20万円、これは面積オーブンにこれになるわけでありますけれども、これも後付けですよね。これ、先に言っていれば、どれだけその前向きに協力できたことか。で、私はこういうですね、この補償のあり方、または支援のあり方、公平公正な、なんかこの不公平感がすごい蔓延する補償のあり方がずっと続いていること、これをですね、やっぱりこの1年あったんですから、作り込んでこなかったということが非常に問題じゃないかと。だからやっぱり、この後付け、上乗せで、こう、世論がどんどんこの声が大きくなってきたら、もう少し補償を出さないといけない、そういうようなやり方が、やっぱり今後、このまま、まだ戦いは続きますから、このままでいいのかということが、私、一番思うところでありますけれども、この件について、総理のご見解、お聞きしたいと思います。国務大臣、西村康稔君。制度の運用の話でもありますので、私から答弁させていただきますが、制度につきましてはですね、緊急事態宣言発出なり、延長なり、その都度同時に発表させてきていただいて、させていただいております。ただ、ご指摘のように、その後、さまざまな現場の声、あるいは国会での議論などを踏まえてですね、その運用を補強する場合、あるいは改善をしていく場合がございます。ご指摘のように、今回も百貨店の皆様には大変厳しい休業要請ということで応じていただいております。現場の声なども踏まえてですね、面積単位ということにさせていただきました。協力金についてはですね、飲食店に対する協力金については、早い段階からご指摘をいただいておりましたので、これ自治体の迅速に支給するという観点から、どうしても一律の方がやりやすいという自治体の声はあったんですけれども、そこは調整をし、相談をした上で、今の影響を受けた規模別ということにさせていただいております。いずれにしましても、それからもう一つ、イベントの関係で2500万円までキャンセル料など支援することにしておりますが、これも非常に支払いが遅いということでですね、概算払いなど、迅速にやる仕組みを入れているところでございます。いずれにしましても、現場の声もしっかり聞きながら、影響を受ける事業者の皆さんにですね、その影響度合いに応じた支援、引き続き、普段の検討を進めてまいりたいというふうに考えております。ありがとうございます。藤田文太君。ありがとうございます。ちょっと4問目、もう時間がないので、また後に譲りますが、きょうは田村大臣から試験の制限についてのお話ありました。で今後ですね、この変異株、今回の今、感染拡大が仮に収まったとしても、インドの件もあります。でそうしたときに、どこまで国民の皆さんに試験の制限、または我慢をお願いするかということについて、法的な裏付けがないという今日お話ありました。これ非常に大きな問題で、特にこの試験の制限、その裏側にある保障、どのようにしていくかということ、それから、翻ってこの有事に対応できる仕組みがこの日本にはなかったんだということがあらわになったわけです。これを本当に向き合ってやらなければいけないというふうに思いますので、ぜひ議論、引き続きさせていただけたらと思います。以上です。はい。これにて藤田君の質疑は終了いたしました。次に。